ご来場の皆様、おはようございます。本日は空手の日奉納演舞にご臨席賜りまして誠にありがとうございます。この後11時より奉納演舞を始めてまいります。さあ、それではここで演舞者をご紹介いたします。演舞者の皆様、ご整列をよろしくお願いいたします。ご紹介は沖縄伝統空手道振興会事務局長池宮城正明様にお願いいたします。よろしくお願いいたします。改めまして、本日の奉納演舞を行っていただきます藩士師範の方々をご紹介いたします。はじめに特別道場に向かって右側から、沖縄県空手道連盟会長平義孝、沖縄空手古武道連盟会長阿波言直信、沖縄県空手道連合会会長島袋前方、全沖縄空手道連盟会長佐久川雅信、沖縄空手道協会相談役中ほど務む、沖縄県指定無形文化財保持者中本雅弘、よろしくお願いいたします。はい、演舞者の皆様ありがとうございました。一度お下がりください。それでは奉納演舞を始めてまいります。沖縄県空手道連盟平義孝会長、よろしくお願いいたします。トマイディ鎮東、トマイディ中高の祖松村耕作によって伝承された。この方は古い方に属し、泊まり方面に残っている方で、重厚さと軽妙さ、敏俊性を兼ね備え、攻防の技を同時に両手で行う曲げ取り払い受けや地後体前屈立ちからの二段蹴り等があり、演舞線が斜め一直線であるのが特徴である。
沖縄県空手道連盟平良義孝会長でした。ありがとうございました。続きまして、沖縄空手古武道連盟阿波言直信会長、よろしくお願いいたします。五十四方、少林流に伝わる古流の型である。五十四方には攻撃の一連の技の間に連携技とみられる構えが組み込まれていた。それが型、段球自在のリズムを与え、前後左右の演武線にバランスをもたらしている。首里手には珍しく剣での突き、受けが少なく払い受けからの抜き手、掴んでからの引き落とし、掴みの攻防一体の技が含まれているところが特徴で、武士松村で有名な松村宗根が最も得意とした型の一つでもあると言われている。沖縄空手古武道連盟阿波言直信会長でした。続きまして、沖縄県空手道連合会および国際沖縄少林流政部館空手道協会島袋前方会長、よろしくお願いいたします。誠さんの方は松村宗根、武士松村から喜屋武徳先生に伝授された方で、空手の基本動作である突き、蹴り、受けが多く組み込まれており、鍛錬型として初心者から高年者まで好んで稽古される方である。熟練するまでには長い年月を要すると言われている。
沖縄県空手道連合会および国際沖縄少林流政部館空手道協会島袋前方会長でした。続きまして全沖縄空手道連盟佐久川正信会長、よろしくお願いいたします。ワンシュー、キャン・チョウツク先生、シャンミン・ゴアワ、松村総君や、ほか数名の達人により、8つの方と某日、徳峰婚を伝授された。その直弟子、中田と上円先生は、師の教えた通りの方を、そのまま保存継承するという、無修正修行を尊重され、弟子たちに伝授された。8つの方の中には、達人、前田ピーチンにより伝授された方で、独特の首頭受けや内受け、鶴の片足立ち、肩車の投げ技等が含まれた特徴のある方である。全沖縄空手道連盟佐久川正信会長でした。続きまして沖縄空手道協会中ほど務相談役、よろしくお願いいたします。三世流、三世流の特徴は速さと力強さ、重みに重きを置き、静と動から巧妙に組み合わされた変幻自在の攻防動作にある。突き技は小剣突きを多用し、受け技はやんわりとした円形動作である。すくい食いから即投げ技に転じる技に妙味がある。型の最後の極めで円形動作と同時に相手の腕を押さえ、足を踏みつけてとどめの一撃の隠し剣を打ち込む攻撃技が最大の特徴となっている。隠し剣は鎖骨の間の首筋など急所を狙って打ち下ろす危険技である。沖縄空手道協会中ほど務相談役でした。続きまして沖縄県指定無形文化財保持者中本正弘
よろしくお願いいたします。宮里のヌンチャク。ヌンチャク技は元来暴漢やタツニーズの暴力に対し、その相手の攻撃力を弱め、相手の殺意をくじき沈めるのが本来の目的である。ヌンチャクは棒や半刀など長短の武器に対応できる優れた隠し武器である。宮里のヌンチャクは繰り返し動作が多いが、その部分は奥深く、内容を理解した上で演武を見ると同じ型でありながら全く違った感覚で見えてくるのである。